皆さんこんにちは、かとこです。本日は名古屋グランパスの本拠地豊田市に来ています。ということで、豊田スタジアムのなかなか見られないレアな映像を撮影していきたいと思います。あ、かわいい。高さ半端ないですね。え、怖い。すごい。で、その前にちょっと早く着いたので腹ごしらえをしたいと思うんですが、豊田市の近くに街中サポーター店っていうのがあって、この街中サポーター店はチケットを持ってそのお店に行くと、なんとお得にご飯が食べれたりするんです。じゃーん、ここです。オムライスがめちゃめちゃ美味しいんですよ、このことこと屋。あ、これです。これ、このトヨタ街中サポーター店、当日のチケットを持っていくと 5% オフになるんです。ということで、おすすめのオムライスいただいていきます。わー、雨だけど全然景色すごい綺麗です。結構豊田市駅をこう一望できる感じの景色で、今から行くスタジアムを見ながらご飯食べるのもいいですよね。はい、はーい。わー、美味しそう。めっちゃいい香りがする。美味しそう。いただきます。これ見てください、ほんととろっとろなんですよ、卵が。チーズのこの伸びっていうのがほんと最高で、このデミグラスソースのコクと、このとろっとろのこの卵、そしてこの上からかかってるチーズの相性が抜群。美味しい。ペロッといけそう。うん、あー、お腹もいっぱいになったとこだし、早速豊田スタジアムに行っちゃいましょう。豊田市駅からグランパスの応援してる雰囲気がめちゃめちゃ伝わってきますね。試合の日じゃなくても、この豊田市駅に来ると、あ、グランパスの試合見たいなみたいな気持ちにさせてくれますよね。どれぐらい試合前に来ます？でも早い時は本当2時間前とかに着いて、結構フォトスポットもたくさんあるんですよ最近。なんでちょっと、まあ、あのユニフォームを着てこうタオルかけながら、あのインスタに載せたいなとか、グルメ楽しみたいなと思いながら、もう2時間をね優雅に過ごしてます。トヨタスタジアムに向かうまでのこの旗がね、選手が紹介されてる感じもすごいテンション上がりますよね。そしてこの私の左側にある肉ストック、ここお肉すごい美味しいので、結構がっつり食べたいっていう方は試合前に行くのもおすすめです。もう一つおすすめのお店がこちら、ブービーズです。パブみたいなお店なんですけど、結構試合後とかにはグランパスのサポーターの方とかが集まってね、こうお酒を飲んだりしてて、勝ったりした試合とかだと本当に盛り上がるので、試合後に行くのがおすすめです。あ、出た、マテウス選手、ブラジル出身の方で、めちゃめちゃ陽気で気さくで面白い方なんですよね。めっちゃ笑顔そしてこの12番っていうのがサポーターの背番号なんですよね。12番用のフラッグもあるの知らなかった。フラッグにこうやって選手が紹介されてるから、私の推しこの選手だよみたいな話しながら歩くのも楽しいですよね。実は私の下にグランパスのマンホールがあります。これ赤い靴とか履いてきたらめっちゃ映えません？何個もあるみたいなんで探していきたいと思います。あ、あ、かわいい。見て、グランパスくんが描かれたマンホールもあります。ピースしてんのめっちゃかわいい。ちなみに私、中高ずっとトヨタの学校に通ってたので、結構友達とよくあのグランパスの試合見に来てて、学生のしかも試合前の歩きって本当一瞬なんですよわーわー喋りながらグランパスのホーム地トヨタスタジアムまで歩くのがとっても楽しくて好きです。トヨタ大橋はもう本当一つの大きな目印で、お、ついに
来たぞという感じですね。これ晴れてると走ってめっちゃ映えるんですよ。これ一つ目の達成感、まだ早いまだ早いか。やっぱり大きいし、この橋にかかってるこのラインのところがすごい綺麗なので、下からこう煽って空を一緒に写すのがおすすめです。で、ちょっとこっちの左側から撮るとトヨタスタジアムも一緒に写ったりするので、ぜひ皆さん来た時には撮ってみてください。夕焼けと撮るトヨタ大橋ってめっちゃ映えて、ぜひ皆さんインスタとかでトヨタ大橋っていうハッシュタグで調べてみてください。超映えるから。じゃーん、トヨタスタジアム見えてきました。今日はもうレアな映像も撮れるということなので、ちょっと楽しみに行っていきたいと思います。名古屋グランパスの選手も大活躍中のキックオフ東海は毎週土曜日11時30分からメーテレで放送中です。ぜひご覧ください。